巡査部長の階級賞巡査部長は、警察法第62条に規定される、日本の警察官の階級の位置。警部補の下、巡査の上に位置する。巡査部長の階級は、警察法第62条に規定され、警視総監、警視官、警視庁、警視政、警視、警部、警部補に次ぐ第8位に位し、警部、警部補などの上司の補佐。 新任者等の指導など、実動の中核として実践的な職務に従事する。刑事訴訟法第189条第1項及び、第199条第2項の規定に基づく、司法警察員等の指定に関する規則、またはこれに順じて制定されている、都道府県公安委員会規則により、巡査部長以上の階級が、司法警察員とされる。 あくまでも巡査部長というのは階級名であり、巡査部の部長という役職名ではない。警察には各都道府県警察本部に刑事部長、交通部長などの部長職が存在するが、こちらは主に警視官から警視生が就任する上級官部職であり、最下級から2番目に位置する巡査部長とは全く異なる。に認証的故障としては、 階級名を省略して部長と呼ぶことがある。全員警察官の約30%の9万人が巡査部長である。都道府県採用警察官は巡査を命じられ、そこから2から4年務めると承認試験受験資格を得る。性暴は巡査と変わりはないが、制服の両袖には銀色の斜め一本線の袖章が入る。国家公務員一般職試験で、 警察庁に入庁した準キャリアは、巡査部長を初任とする。警察組織の初級幹部であり、司法警察員に任じられる。巡査部長承認試験は、倍率20倍を超える難関であり、憲法や、刑法などの方角、警察実務、社会常識にまつわる、卓越式の筆記試験のほか、論文、面接、逮捕術などの実技試験で構成され、 出題される内容は、どの部署に所属しているかによって変わるものではないため、警察官としての幅広い知識が問われる。なお、語学、簿記、コンピュータなどの専門技能保持により採用される、専門捜査官も、本級にて採用する、都道府県がある。警察庁及び警視庁、一部道府県警察本部の、係員、一部道府県警察本部、警察署の主任、 機動隊、高速道路交通警察隊、機動捜査隊の分隊長、中隊伝令長、交番、駐在所の主任。一般的に憲兵隊を持つ国では、軍隊の階級体系に対応付けしていることが多い。巡査部長までの階級体系が多い国では、巡査部長は最上級の可視官順位に格付けされている。米英では、士官の下で、 現場のリーダーとなる存在を象徴的にサージェントと呼び軍装の階級賞と同様のものを用いている。ありがとうございます。